ジャパンラグビー TV 矢野たけしのラグビーカタローゼ全国の大円球を愛する皆様ようこそジャパンラグビー TV 矢野たけしのラグビーカタローゼ皆さんおはようございますナビゲーターの矢野たです さあ、10月23日の大分でのオーストラリア戦から始まる日本代表の秋の戦い、えー、その代表の合宿候補メンバーが発表されました。えー、いよいよですね、まあ、この中に松島選手、幸太郎選手の名前はありませんが、松島選手はちなみにヨーロッパに遠征してから合流するということのようです。さあ、今回もこの番組ゲストをお迎えしてリモートでの収録での配信となります。えー、皆様もぜひコメントを書き込んだりして、同じ時間ラグビーカタローゼを合言葉にお付き合いください。 では、早速本日のゲストのプロフィールからご紹介してまいります。1996年3月21日生まれ、兵庫県神戸市出身です。高校生の時にラグビーと出会い、近畿地区のセブンズ強化選手候補としてプレーしていました。そしてラグビーという競技自体にどんどんと惹かれていく中、選手以外の道も模索するようになります。その時出会ったのがアナリストという仕事でした。 大学大学中にはインターンとしてホンダヒートでアナリストの勉強をし卒業後正式に採用トップリーグ初の女性アナリストとなりましたさあではご紹介しましょう今回のゲストですえみえホンダヒートから竹内芳乃さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします竹内さんこの番組出演に向けて準備万端みたいですねはいもうバッチリ予習してきました <laughs> これねさっきちょっと始まる前に打ち合わせしてて さすがアナリストいい,えい,いえあのでも改めて竹内さん、アナリストって、一人に聞かれたとき、なんて説明します、一言で言うと。一言で言うと、分析をしてチームを勝利に導く人というところですかね。うん、で、このラグビーカタローゼもかなり分析していただいたそうですが、な何本かお聞きいただいたんですかはいもう半分は聞いたと思います。<laughs> 今回の64回目の放送になるんですけどはいもう毎日のようにラジオ感覚で家で流しておりましたおじゃあ今まで聞いていただいた中で面白かったなとかなんかこういうことがあるんだとかはいあのもうどの方の回も本当に面白くてとても毎回毎回こうラジオ感覚でとは言ったんですけどすごく聞き入ってしまってはいたんですけど あの特に印象に残ってるのは、あの広津さん、セブンスの日本代表の広津さんの会が印象に残ってます。ええー。同じあのシックス出身ですよね。そうですね。あの一緒に練習したことは年齢的にないとは思うんですが。はい、はい、出身が同じということもあり、うん、あの同じ。 情景を浮かべながら、あの餃子の王将の話とかも出てきたと思うんですけど、あれとかも本当に地元だったので、ああ、おいしいよねと思いながら聞いていました。<laughs> あの、なんだかラグビーカタローゼも丸裸に分析されて <laughs> しまいそうですけども、<laughs> もともとそういう、なんていうかな、のべり込むというか、性格ですかうん。うーん なんかこう調べたくなっちゃうすぐ調べたくなるっていうのはあるかもしれないです。例えば何でしょうなんか会話の中でよくその家族との会話でもあれこれって何だっけとかこれってどうなんだっけっていうのが出てきた時にもうみんな結構すぐ調べるというか特に今はスマートフォンがあるのでもう何でもグーグル検索して気になったことはそのままにしないっていうのがあります。<laughs> それ幼いい頃からというかか小さな頃からそうですねもうなんで幼い時はもう辞書を引けと結構言われることもあって、うん、へえ調べる癖っていうのがついてたかもしれないですほうほうほう、あのー、そんな竹内佳乃さんどんな人なのかちょっといろいろ聞いて探ってくださいって言われてるのでまずはこの前回のゲスト中島、えー、あやさんからのメッセージをお聞きくださいはい。 吉野さん、えー、次のゲスト、突然の指名でびっくりした,たと思うんですが、私は吉野さんの素の竹内吉野が知りたいです。なので、えー、矢野さんのトークで吉野さんの素がのぞけることを一視聴者としてとても楽しみにしています。というのを聞いてどうでしょう。そうですね、あのまあ、中島さん、ふだ、うん、翔さんと呼ばせていただいてるんですが。 バレーボール時代におそらくそのコートネームというのがあったそうで、はあええ、それで「翔さんと呼んでください」ってぜひって言われてからずっと翔さんと呼ばせてもらってるんですが翔、はいはい、さんと接する時もあの素のつもりではいるんです素の私ではあると思うんですが <laughs> そのお仕事モードじゃない感じの硬、うん、くないお話をちょっと。 ぜひできたらなと思いますそうかやっぱり今のところはそのラグビーのこと仕事のことそうですね同じあの女子の15人制の代表のチームで関わらせていただいている中で、うん、そのお仕事の話がどうしても多いので、うん、もうちょっとフランクなお話をここでぜ <laughs> ひできたらなと思います <laughs>、えー、じゃあ竹内佳乃さんから見た翔、えー、さんはどういう感じですか印象ショさんは もう本当にエネルギッシュでパワフルであのチームをすごく明るくしてくださる存在というかでかつもうあの前回の放送でも丸裸にしていただいたと思うんですけどあの頭もさえていてかつこうラグビーやバレーボールされてて文武両道ていうところを本当に体現されている方だなっていうふうに思うので。なんか とても尊敬してます <laughs> あの先週のね、本当あのお話聞いててもで、分析してどうでしたどの部分が面白かかったですか <laughs> <laughs> そうですね、言われて、あのスクラムの、なんですかね、メカニカルな部分みたいな。あ,はい、ああいう,こう先駆者はいるけど、<ー>ラインアウトのがないっていうようなお話をされてたのを聞いて、うん まあでも確かになんかこう第一人者とされるような人、まあ、あのもちろんあの伝説を残されているようなロックの方たちはいらっしゃると思うんですがラインアウトについて語られているイメージが確かにないなっていうふうなのはすごく共感ししながら聞いていてましたね、うんうん、あの私からするとなんかぼんやり困ったどうですかみたいな質問でも全部。 こういうことを聞きたいんだろうなっていうのは全部シンクって答えてくれるのですごく助かりました <laughs> うちの,あの家族も聞いててなんだかすごく話しやすそうだったねって言われましたもんあ本当ですか、えー、いやそうですね本当にそう思いますでもアナリストっていうのももちろんその分析したものを伝えなくちゃいけないんですもんねそこまでが仕事ですもんねそうですね本当にもうそのいわばアウトプットするところ うん、までが私たちの仕事の中で重要なポイントでもあるので本当にそのただ収集する分析するっていうだけじゃなくてじゃあその結果を無駄にしないためにどうやって伝えていくのかっていうので、はい、話す力コミュニケーション能力とか、うん、いろいろと求められるところかなと思います、まあ、いわゆるスポーツアナリストはチームとか選手をこう勝たせる勝利に導くためのこう情報を伝えてあげるそれのデータのスペシャリスト。 みたいですね、トップリーグではっていうことだったんですけど、えー、うん今回もあの中島さんの前から高橋さん、レフリーの女性、レフリーからこうパスをつないでもらってるんですけど、そのレフリーもまだ女性、少ないですもんね。そうですね、本当にこれからどんどん増えてい,いってくれればいいなと思ってるところですね。うん、うん あの女性でアナリストやりたい、やってますっていう方、いらっしゃるんですか、他にも今、新しくそのリーグワンに参入することが決まっているチームでは、あの外国人なんですけど、1人いますね。うんうん、三菱重工坂原、はい、に外国人の女性のアナリストがいたりとか、うん、結構日本では確かに少ないんですけれど、はい、例えばニュージーランドとかですと、もうすでに。 何人もいいいるよってててう,うなのは話をして聞いております、うん、アナリストっていうのはどういう人が向いてると思われますかうんさっきも、えー、と話題に上がったんですけど本当にその「調べる」っていうことを <laughs> に興味をどれだけ持てるかっていうのは結構大事かなとその気になってそれを追求して何か答えを導く。 っていうところをできないとっていうのがあるので本当にそういうなんでこれは何でなんだとか、うん、どうしてこうなったんだっていうその深掘りする気持ちっていうのが必要になってくるかなと思います、うん、例えば映画館だとスマホ電源切らないといけないじゃないですか、はい、映画見ててうわものすごく今のこと気になったとかっていうあと頭入ってこないとかそういうこともあるんですか <laughs> それはないですね。ね <laughs> それはないですか <laughs> 友達から何か調べすぎみたいな突っ込まれたこととか。はい、いや、それはないですね。できるだけ、うん、あの覚えておこうとは思います。そのあと<ー>で、例えば帰り道に、はあの途中で気になったの何だったかなっていうふうに思い出そうっていう時間は結構あったりします。じゃあ、例えばスマホの中のメモ機能みたいなのにいろんなのがこう書いてあるんですか、調べたいこととか。あそうですね。基本的に。 なんか気になってることとか自分の中でポッと出てきたアイディアっていうのはあのメモ機能本当によく使います書き残しておきますあの芸人さんのネタ帳じゃないけれど <laughs> そうですね結構はいあのあんまりアナリスト全員がってイメージ持たれるとあれなんですけど <laughs> なるほどはい私は結構そういうことしますね今言われて気づきました <laughs> 例えばどんなふうに書いてあるんですかうーん あ私は結構そのお風呂入ってる時に、うん、あれってその無意識で流れ作業するじゃないですか頭洗ったり体洗ったり顔洗ったりそういう作業の中でこうふとアイディアというか<ー>あとはなんだいろんなことに対しての例え話とかが浮かんできたりするんですけどはい、はい、昨日の,その思い浮かんできたことで <laughs> <laughs> そのょちょうどメモしてたのは。うん なん,かなんでアナリストの,その学生アナリストを目指す学生がその入ってきづらいのかっていう話題が以前あったんですけどーー、はい、それに対してのなんか答えとしてなんかこう例えて言うなら地元の地域密着型のなんか自営業のレ飲食店みたいな感じなんじゃないかなってそのトップリーグのチームリーグワンのチームは。 っていうのも、なんかその、そこでじゃあアルバイトをしたいとか、うん、働きたいと思っても。求人がこう公にされていないというか。なるほど。はい。大企業だと、うん、こう求人を毎年毎年出して。はい。説明会をしたりとかあると思うんですけど。はい、どそういうのがないじゃないですか。ああ、竹内商店だったりするとなかなか。そうです。そうです。そうです。うん、窓口がまあ小さい。っていうのと、その限定、結構限定されちゃってる。 っていう意味でなんかどうやって例えたらうまく伝わるだろうなっていうので、うん、その地元の飲食店っていう例えが思いついたので <laughs> な,、はい、なんかそれをちょっとこうまとめて書いたりとかは昨日ちょうどしたところです。地元の飲食店に就職するためにはどうすすればいいんですかねなのでそこで思っていたのが結局地元の飲食店であっても忙しければアルバイト欲しいじゃないですか。はい、なので まあ需要はあるですと。おそらくタイミングさえ合えば需要はあるので、はい、でな,んならこう、まあのれんをくぐって、私ここで働きたいんです、うん、千と千尋じゃないですけど、うんうん、私ここで働きたいんです、働かせてくださいって言ったら、その通じることが意外とあったりするんですよね。うん、あなるほどはい、はい、なので、その、まあ、方法は何でもいいと思うんです、今だと。 ネットも発達してるのでホームページに直接問い合わせるとかもできると思うんですけど、うん、まずは直接アプローチするっていうのは一つかなっていうふうに思ってました。うん、ああ、はい、すごくわかりやすい。<laughs> そうですよね、まあ。そうですね。本当は多分現役のアナリストとしての課題は、まあちゃんとそういう形式じゃなくて、うん、もっと入りやすいように、うん、公にあの。 進めていくことがこちら側が進めていかなきゃいけないことなのかなと思うんですけど、なるほどじゃあ、今すぐアクションを起こしたいですっていう学生に答えるなら、はい、そういうふうに答えるかなと思います。うん、なるほど、はい、じゃあ、このあと、どんなふうにその、じゃあ、竹内さんはどんなふうにアナリストになったのかっていう話聞くんですけど、その前にもともとでもラグビーはされてたんですね。はい、プレイヤーしてました。えー、それ、どういうきっかけで、どういう感じだったんですか、プレイヤーとして目指してたりするのは。 プレイヤーになったきっかけは、えっと、父親の、えっと、元同僚の方に女子ラグビーの方がいらっしゃったんです、えーもう。結構女子ラグビーの中では第一人者的な存在の熊野さんっていう方がいらっしゃって、うん、でその熊野さんと父親が職場で知り合って、はい、でその職場のお昼ご飯会とかに家族で招待していただいた時に。えー ちょっっとと誘ててていいいたただりとかしていて私当時水泳とバレーボールをしていたので肩幅が結構ごつかったんですね。<laughs> なるほどそれでまあちょっといけるよいけるよっていう風に誘っていただいていて <laughs> まあでも、まあ、本当当時中学生とかですねその時はいやいやまさかそんなみたいな感じだったんですがそ2011年私が高校生の 1>, 1年生に進学した年にちょうどそのリオ五輪が決まったんですね、はい、セブンスが。で、そこで、まあえー、と近畿地区として、あのー、その強化をしていくということで、うんあのー、先ほどプロフィールでご紹介いただいた、その、選手とはいを応募する広告が新聞に出ていたそうで、はい、<laughs> それをまた見つけたのは父だったんですね。<laughs> そうなんですかはい そうです。なんで、まあ、両親がそれを見つけて、うん、ちょっと行ってきないよみたいな感じで、<ー>なんか、でも本当に私、その時なんて言うんですかね、ラグビーするぞと思って行ったというよりかは、はい、なんかまあ、とりあえず言われたし、まあ、行ってみるかみたいな <laughs> 感じで行ったのが、一番最初のきっかけでした。ラグビーってどんなものなのみたいに、やっぱりその時も調べたりしたんですか、ものすごく。 調べなかったですねな<ー>なんかなんかでしょうまあその時その水泳とバレーボールをしてたってさっきも言ったんですけど、はい、中学卒業と同時にまあ両方やめてしまっていて、うん、その高校に入学してから何もスポーツをしていなくて、はい、ちょっとなんか手持ちぶさたな感じではあったんですね。な,うんうん、なので、まあ、ちょっと久しぶりに体を動かせる場かなぐらいの感じで<ー>本当に何も考えずに行きました。<laughs> でもいわゆるラグビーだから当然コンタクトあって吹っ飛ばされたりタックルしたりもありますすよねそれどうだったんですかもう始めたあとはもう本当に衝撃続きといいますか、うん、そ,のそれこそ、えーとまあ、最初女子の方で選んでいただいたんですがその後高校の男子の部活にも入部させてもらって<ー>、はい、男子と一緒に初めてコンタクトタックルの練習をした日っていうのは。はい あの物質で着替える時に本当に肩が上がらなくて服が脱げなかったんです T シャツが着替,え着替えることができなくてマネージャーにこうちょっと背中からこう、うん、服を剥がしてもらって脱がせてもらうっていう風にしないと本当に肩が上がらないぐらい、えー、わコンタクトってこんなに痛いんだっていう風なのを思いました、まあ、でも同時に 本当負けず嫌いだったので、うん、もう絶対もっと強くなってやるっていうふうに思いました。それ、なんか調べたり、基上の分析ではわからないことですもんね。でも本当にその当時はもうただただ衝撃だったっていう感じです。<laughs> で、それから大学は立命館、それラグビー部ということで,ですかはい、立命館も体育会のラグビー部に入部しました。 その時は、うん、えっは、と、選手でもいいですよっていう風に入学前にお声かけいただいていたんですが、はい、まあちょっと改めてスタッフの仕事がしたいですっていうことで、はい、スタッフで入部しました。そのアナリストがやりたいっていうことですかそれが一番初めは、アナリストっていう役職をそもそも分かっていなくて、はい、トレーナーとして入部しました、最初は。 じゃあその時はトレーナーっっててていいううラグビーににる仕事に興味持っていらしてそうですねあの,トレーナーの方が、まあ、トレーナーとマネージャーっていうものはまあ認識していて、はい、でトレーナーの方がよりグラウンドに出れるスタッフだっていうふうに思ってたので,うん、うん、で私はどちらかというとそのデスクワークよりもやっぱグラウンドに出て仕事をしたいっていうふうに思っていたので、はあ、っていう、まあ、ちょっと今思えば安易な考えなんですけど <laughs> いい<え>そういう。 流れでトレーナーになろうかなと思って入部しました。グランドに出たいっていうのはどういう感覚でなんです？なぜなんですかね。うーん、多分一番は自分がプレイヤーをしていたからっていうのもあるんですけど、そのじっとなんでしょうラグビーが好きだったので、<laughs> あ<ー>やっぱみ見,見たかったっていうのがあるんですよね。<laughs> グランドに出てみたい。マネージャーになる、うん。 <laughs> どうしても練習を外でしてるのに自分はこう部屋の中にいて確かに座って仕事しなきゃいけないっていうのが<ー>なんかあ嫌だ外出たいっていうふうに思っちゃって、うん、同じフィールドでこうやっぱり一緒に戦ってる感みたいなことですかそうですねもうとにかく立ちたかったですグランドにでも本当はやっぱり目指してたのは代表だったりとかプレイヤーではなかったんですか うん、大学進学と同時にその選手を辞めたときにもうすでに、まあ、代表はもう考えてなかったですね高校生の3年間でラグビーをしていたときはその桜のジャージに対する憧れっていうのはやっぱりありました、うん、そうですね女子のラグビー部がある大学もあるしですもんねそうですね進学時は本当に当時あの追っても 大阪にあるお手本大学とかも、はい、やっぱ女子ラグビーができていたので、うん、ラグビー部がお声がけいただいたりとかもしたりはしていて、うん、非常にそこで、まあ、現役を続けるのか、スタッフに回るのかっていうのは、ちょっと分かれ道だったのかなと思ってます。うんはあ、でもラグビーには絶対関わることがやりたたかったんですねそうですね、もうそこの意思が強かったですね、私は、えー。なんでラグビーにはまってしまったんですか、そんなにほ。 恋してしまったというか。いや、もう本当に。そこが不思議な。ところですね。<laughs> おそらく。あの。聞いてくださってるリスナー皆さん。にも。同じ感覚の方がいらっしゃると思うんですけど。<laughs> なんか惹かれてしまったんですよね。多分。あの探せばいろいろ理由はあるんですけど。<laughs> あ、なるほど。まあ、本当に一番は。なんでか知らないうちに好きになってたっていうのが。<laughs> 大きいですよ。正直そこ分析できてないっていうのはなかなか面白いです、ね。<laughs> <laughs> まあまあまあいろいろ。ありますそれが答えっていうのは面白いかもしれないですね。でもそうですね。まあ最終的に、うん、なんかそういう感覚的なところが結構大きな要素だったりはするので、<laughs> それ言っちゃっていいんですか、アナリスト？<laughs> いいんです、いいんですよ。<laughs> 感覚も大事ですから。でも確かにそれは同じ感覚の方多いんじゃないですかね。<う>なんだか好きなんだよねっていう。はい。うん。 じゃあその例えばトレーナーにしてもアナリストにしてもラグビーのじゃないとダメだったわけですね。そうですね。ああ本当にそこは大きかったです。トレーナーからアナリストに転向した理由っていうのも、うん、正直そのラグビーにこだわりたかったっていうところが大きかったっていうのはあります。はあ、アナリストというものがあるもの分かったりとかその転向するきっかけになったのはどういうことなんですかそそれははもうううまさににこっってていいののニュージージランドに留学したっていうのが 一番大きかったところですねほうそれ留学は何のための留学ですかアナリストのそもそもは、えーとま、その時はトレーナーだったのでトレーナーの仕事をさせてもらいに行ったっていうのがあるのですけどはい、はい、あるんですが私の中の目的としてはそれだけ栄えているラグビーが栄えている国で、うん えっと地域の人とかまあその現地の人たちがどういうふうにラグビーに関わっているのかなっていうのをまあ実際確かめてみたかったというかまあその選手が多いことはもちろんですけどじゃあその分きっとスタッフもいろいろと仕事をされている方がいらっしゃるだろうなと各カテゴリーにいらっしゃるだろうなっていうふうに思ったのでどんな職業の方が実際にこうラグビーチームに携わっているのかっていうのを見てみたかったっていうのが。 大きな目的でしたじゃあニュージーランドでそのアナリストの方と出会ってですかそうですね実際に、えっと、そういう役職の方を見かけました <laughs> でもあの本当にそのアナリストちょっとなりたいかもっていうきっかけをくださったのはその現地で当時のホンダヒートのヘッドコーチにお会いしたっていうのが一つですねええそれはどういうお話だったんですか 何、あのー、ですかね、たまたま、本当にたまたま同じクラブチームの見学に行って、はいでまあ、おそらく日本だと、何て言うんですかねこう、当時のそれだけトップレベル、国内トップレベルのヘッドコーチの方っていう認識があったので、国内だと恐れ多くて、多分話しかけもしなかったと思うんですい、はい、こんな一大学生のペイペイな私がと思って、うんまあ、ただなんかこう。 ニュージーランドっていう外国のなんか雰囲気っていうのが多分そうさせてくれたっていうかなんか同じ日本人だからっていう理由でなんかちょっと話しかける勇気が出たんですよ私の中でで将来ちょっとラグビーに携わる仕事がしたいんですっていうふうにお話をさせてもらってでその時にあアナリストっていう仕事があってっていうことでインターン来てみないっていうのをお話をしました。 してもらいました。へでも、アナリストって何なのかってわからないところからですもんね。全く分かってないです。へ<ー>はい。こう、どう分かっていったんですか。どう分かる努力をしたというか。そうですね。もう実際に、その。えっと、留学から帰ってきて。もう、あの。ぜひ、うちに来てみなよっていう風にお声掛けをいただいていたので、その場で。はい、はい、なので、もう、本当に白紙の状態、何もわからないまま。 あのゼロからのスタートとして、まずそのホンダに、うん、ホンダヒートに帯同させてもらえたっていうのが一つ大きなところではありました。<ー>ゼロ、はい、その当時、えっ、ー、と、ホンダヒートに所属されていた小柳さんっていうアナリストの方が、もう一から分析とは何ぞやというものを教えてくださって、<laughs> <ー>そこから、あ、いいな、アナリストっていうふうに思って、始まった感じですね。何がやってて楽しかったですか うん一番最初教えてもらった時は正直楽しいっていう感覚よりかはかその新しい発見ああああそういう見方ができるのかとかああそんな風に考えてるのかっていうのがなんかただただこう刺激でなんかうんもっと知りたいもっと知りたいっていう風なのめり込み方だったと思います。知らなかったたことがものすごくたくさん なんですねじゃあそのことに関してはそうですねもう何もかもが新しい情報だったので正直毎日毎日パンクしてましたね頭は <laughs> 覚えることとか分かることが多くてそうですねもう理解するので精一杯っていう感じではありましたじゃあ実際にアナリストラグビーの例えばチームのアナリストっていうのは一日例えばどんなことやって何やってなんですか えっと、シーズンによって少し流れは変わってくるんですが、はい、今、えっと、過ごしているシーズンプレシーズンと呼ばれる<っ>まあ準備期間の段階では比較的、はい、まあちょっと余裕のあるスケジュールといいますか、うん、ま毎日のトレーニングの撮影とあとはまあシーズンに向けての準備っていうところが大きいのであの平日、まあ、ちょっと同じような流れで。はい 作業することがほとんどなんですが。今撮影とおっしゃいましたけど、撮影ってなんですか?。トレーニングも撮影しますね。<ー>はい、なので三脚に、えっと、カメラを取り付けて。あの、櫓の上から撮影をしたり。<ー>はい、最近では、そのドローン。の導入が、もうほとんど。進んでいるので、各チーム。はいはい、ドローンを一台は持っているので。<ー>はい、上から。ドローン運転するんですか操作するんですか?。 しますね。<laughs> はい、もう日,日常茶飯事です。毎日の仕事として、ドローンは操縦します。<laughs> やっぱり、ドローンも最初、下手でみたいなのがあったんですか？ドローンもコツがありますね。<laughs> はい、ドローン自体がすごく性能がいいので、今販売しているものは。はい、そのなんか、操縦自体には特に。 特別なことは必要がないんですけど、ええ、そのうまく撮影するっていうその良し悪しはあると思っていてやっぱりあの結構上に上げて広い、えっと、絵を写すことが多いので、はい、細かい作業っていうのは少ないんですけれども、うん、その例えばキックをした時に、はい、そのついていけないっていうのは予測がすごい大事になってくるので。<laughs> なるほど もうキックだなって分かってると簡単にこうそのままついていくことができたりとかあとトランジションそのターンオーバーが起こった時もそのでしょうアタック側の選手がディフェンスバックフィールドに後ろの位置に下がってきたりするのでその人たちも入れてあげないといけないのでちょっと下がらなきゃなとかななんかそういうその最小限の動きで全体をスムーズに移すっていうのは。 ラグビーを分かってないとできないことなんだろうな,なと思ってますじゃあ改めてドローンで見るっていうのはそのポジショニングだったりっていうことですよねはいそうですね<ー>30人15人対15人の30人を上空から撮影しますねあで例えばそれで何が分かって、えー、選手とかヘッドコーチにはどう何を伝えるんですか例えばでいいですけどそのまあ基本的に、えー、とポジショニングが確認できるので、はい、例えばまああの ちょっとラグビー用語にはなりますけど、浅いとか深い、立ち位置の話をしたりだとか、戦術、各チームいろいろ戦術があると思うので、はい、本来ここにいなきゃいけない人が、例えば違うポジショニングをしていたら、うん、この人はこっちにいるべきだよねってこう、うん、絵を見ながら直感的に指示ができたりとかっていう使い方ですね、はあ。映像もそうだし、あとデータの数字もありますよね、アナリストの方。ね、数字っていうのは、はい、例えばどういうことですか 数字はトレーニングで、えー、と主に出しているのは例えばあのゲインラインを超えたかどうか、うん、そのラックがあったところから次のラックができたのは前だったのか後ろだったのかはあ,、はあ、あとはえっ、ー、とブレイクダウンそのラックの中の強度が上がってきたりすると、はい、じゃあそのボールの球出しの速さとかも、うん 早かった普通だった遅かった<ー>っていうような評価をしたりとかしてまあそのいわば試合のための練習をしているので、うん、るじゃあその私たちが試合でこういうパフォーマンスをしたいって思っている数字に近づけることができているのかっていうのを練習から数字を確認して行っています、うん、例えばあのまあ我々実況者からだとゲインメーター誰が何,何メートルとかあるんですけどその 選手たちに伝えるもので必要な原因は何の部分をどう伝えるんですか、えっと、正直、練習のところのそういう細かい数字っていうのは、あまり選手には話してはいないですね、今のところ。<ー>はい、どちらかというと、そのコーチ陣がどういうふうにトレーニングをコントロールしていくか、で何が課題で、じゃあ、ここをやらなきゃいけないねっていうその指標を確認するため。うんうん とししててデータを出しているので練習で使う数字っていうのは、えー、とコーチに対してのフィードバックっていうところがはいほとんどですねコーチからこうリクエストされるんですねここをちょっとデータくれっていうそういうことですねあまあその例えばじゃあそのブレイクダウンのところだと例えば我々でもこう分かるような話だとコーチからどんな要求が来て何を伝えるんですか例えば、うん、あの何、ー、ですかね、まあ、15人対15人のその ゲームの練習をゲーム形式の練習をしている時に、はい、そのどうしてもトレーニングだとじゃあちょっとコンタクトを弱めにやりましょうっていう時があったりするんですねはい、はい、ガチガチの100%でコンタクトをするのではなくて、うん、まあちょっとハードホールドでやりましょうかなるほど。でそうするとその,あのブレイクダウンでの競争取り合いっていうのが少なくなってくるので、うん、どうしてもボールを早くリサイクルできるんですよね。かはい、はい 多分本番だったらここもっとスローボールだったよなっていうところがこう練習でどうしてもずっと速いテンポでボールが出てしまうと例えばじゃあそれはディフェンスラインに影響が出てきちゃったりするんですよね。ボールの出出しががずっとといいテンンポではい出てくるとディフェンスはもう整う整時間がないまま どん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 進んでいってしまうので<ー>そこのコントロールが必要だったりするのでそれだとあの本番になるとそんなテンポよく出ないからディフェンスの練習にならないじゃんっていうはいそういうことですね追っかけるばっかりの練習になっちゃうわけですもんねそうですそうですなんでそこをそうですねもっとその試合に寄せていくっていうために数字をコントロールする把握してコントロールしてっていう作業をはいコーチ陣と。 常にやっていますなんとかものすごくいろいろ聞きたくなってきたんですけど <laughs>、えー、選手たちからもあるんですかこうリクエストじゃないけどそうですね練習の時の選手からのリクエスト,リクエストは、はい、あのやっぱり撮影のところが多いんですね。例えば、えっと、分かりやすいところで言うとスクラムの練習をするときだと姿勢の確認をしたいので、うん、ちょっと真横から撮ってほしいとか。 あとは真上から撮ってほしいとか。はい、っていう風なリクエストをもらって、それに応えていくっていう風なことを練習での選手とのやり取りとしてしますね。じゃあ、このアナリストっていう仕事になる前はまさかカメラのテクニックがこんなに必要だとはってだったんでしょうね。はい、本当にそうですね。<laughs> まあ、その大学生でその分析の仕事をさせてもらっていた時は、ええ 正直その撮影って面倒くさいところだと思ってたりしたんですよ <laughs> なるほど、はいはい、で多分ほとんどの大学でもそうだと思うんですけど人数の関係で、はい、例えば怪我人が撮影をするとか、はいはい、っていうのがあると思うんですけど、うん、まあ言ったらそれってちょっとこうやらされてるというか人数が余ってるからちょっとお前やっとけよみたいな感じ。 のイメージなんですけど、うん、私も正直そうだったんですけど、うん、まあこうやってプロとして仕事をしていく中でやっぱそこはすごい責任があって、うん、かつその何でしょう高いクオリティのものは誰にでも出せるものじゃないっていうのは気づきました、うん、だってその例えば練習とか試合の時でもこう怪我した選手がよく回したりしてるけど上手い下手が出ますもんね後で 意味ああある絵かかかどううっていり、はい、りまますす本当にあります、はあ、でちょっと聞きたいのが、じゃあ、例えば私、J スポーツで実況をやったりしてますけど、放送局とか、なんていうかな、中継、テレビ中継の絵って、どんなふうに見てるんですかいや、もう、なんでしょう、結構、一人で見てるときは、かなり突っ込むんですけど。うんうん、なんで、もっと <laughs> ワイドワイド広げてみたいなね、バックスラインが見たいんだから、アタックラインだとか。<laughs> 本当に本当にそうですねもういやななんで今のところ映してくれなかったのとかその思っちゃったりはあります結構テレビ映像は何、うん、ですかねおそらく他のアナリストの方も思ってると思うんですけどわわかかるかるアナリストは正直ワイドの映像だけでもいいかなと思っちゃったりしますねりすすぎそこいいららないからですもんね。 今、どこに立ってポジショニングしてるかが見たいのにっていうそうです、そうです、本当にそうですねあの。ワールドカップとか、あとヨーロッパの大会になると、あのスパイダーかみみたいに真上からこう取るのもあるじゃないですか、あのセブンズもね,ねえっと、東京オリンピックもそうでしたけど、あれ、興味あるみたいですね。そうですね、やっぱりあの上からの目視点っていうのはあの、本当に見やすいです。うん、ただ何でしょう 正直あれはエンターテインメントとしてのアングルだったと思うんですね。ああなるほど。はい戦術的っていう意味では、うん、ちょっとあのあーはー意見はありますけれども。も例えば例えば <laughs> もっとこうしてほしいみたいのは。<laughs> まああのなんて言うんでしょうもうちょっとあの止めて使ってもらってもよかったかな <laughs> 確かにスクラムのシーンのね真上からはピタッて止めてほしいですよね。はい、はい、ちょっとダイナミックにこう動いてる感じとかはあ,、はいはい、あのま何でしょう。 まあ、一ファンとしてはすごく、うん、なんていうか迫力があってはい、はい、面白い絵だなとは思いますけどそうですね,ですね戦術的にとなると <laughs> なるほどもうちょっとこう高めに上げてちょっと止まってくれって思ったりはしますね。かでもあのこうスクラムを真上からこう取ってるやつなんかはスクラムコーチたちが本当に喜ぶというかあの映像マニアな人多いですよね。 そうですねもうあのバインドとか姿勢とか結構あの映像で丸裸になるので、うん、あのトレーニングでもあのホンダヒートでは真上からその撮影をしていますねスクラムは。へ,ーへーあのグッくんのお父さんがどんちょうさんはどんな人ですか、はい、スクラムに関しては要求が。本当にあのマニアですまさに。へえ。 あの本当についこの間えっと今週の頭に合流されたんですけど、はい、もう早速あもうぐさんのスクラムだなっていうのがへ<ー>なんか久しぶりの感覚として戻ってきたなっていう感覚があります。言葉にすると難しいことですかね。うんなんでもうシンプルに熱量が違いますね、はい、本当に<ー>その一つのスクラムを見て。 あこんなにも気づくことがあったんだっていうところとかあ,<ー>あとはそこをやっぱり見逃さないっていうところですかねもう徹底してできるまでやらせるっていうのが本当にに空、うん、さんのすごいところですね。アナリストという職業の方ってじゃあそういうすごい指導者とかに気づくんですね。そうううですね本当になんでしょうアナリストととしててのの経験値っていうのはそのどれだけコーチと合うかっ っっててていいうのに結構左右されると思もちろんその自分で情報を集めることっていうのは大事なんですけれども、うん、やっぱりその誰のもとで仕事をしたのかっていうのはかなりそのアナリストの考えの軸を作るところになってくるのではないかなと思ってますね。うんじゃあこれからいろんな経験もしたいんですねきっと。 いろんな指導者の方と出会って、うん、その方のラグビーに対する考え方とかをたくさん学し、うん、聞いてみたいな、学んでみたいなっていうふうに思いますそうか、ヘッドコーチ、コーチのこう要求していることが伝わらないと、アナリストも頑張りようがないって感じですもんね。そうですね、もう主にそこを理解してから、やっとスタート、仕事が始められるっていうふうなところなので。なるほど こう今までアナリストとしてやっててこの瞬間とかこの分析したのがバチッとはまったみたいな気持ちとかあったんですかそうですねもううんー何でしょうまさにサインプレーがはまった時とかっていう表現をされる方とかもよくいらっしゃるんですけど<あー> <laughs>、うん、そうですねもうそういう時はこうパズルがピタッとはまった感じが。 すするなあっていいううふうに思いますね<ー>あやっぱりその動きできたなって思, <laughs>、はい、思ったりすることがあります。直接感謝されることもありますよね、きっと。何か言葉でとか。そうですね、もうコーチ陣とかにはもう常にあのそうやって伝えていただけてますね。うもう何か本当に小さなことでも 毎回、毎回細かくコミュニケーションを取るということを意識しているので、うん、そのたびにありがとうこうなんか、なんていうんでしょう、会話の終わり言葉として、常にこう、うん、ありがとうってこう言ってもらえるところはあるので、<ー>はい、ちょっと個人的に聞きたいんですけど、例えば、あそうだな、えー、アタックの時に、ランメーターとか、クリーンブレイクとか、ディフェンス突破、ビートンみたいなのあるじゃないですか、あれって数はつけるんでしょうけど、まあ、タックルもそうだし。 でも中身ですよね、きっとね。そうですね。何回タックルしました、えー、何パーセントタックル成功率ですっていうことじゃないんですよね、分析って。そ,うあそれもあるんですけど、そこからですね、あ<ー>そこから、なんでしょう、例えばボールキャリー一つにしても、もちろんその接点で、うん、じゃコンタクトが起こってから前に出た、後ろに倒れたっていう評価を。 するとして、うんうん、じゃあそれが、まあ、ある一人の人が何パーセント前に出られました、うん、前に出れましたっていう評価をしたとして、<ー>まあ例えばその後、さらに分析を進めていくとすれば、じゃあチーム全体として見たときどうなのか、うん、で、同じポジションでくくってみたときにどうなのか。あとは、えっと、データがあればですけど、じゃあ例えば外国の選手、トップレベルの選手と比べて、はい、 どうだったのかっていうところも見たりだとか、うん、またはじゃあまあその悪かった数字が思うような数字ではなかった選手に対して、うんはい、じゃあんでダメだったのかああそうかはい何どんな要素が絡んでその数字になってしまったのかっていうのを深掘りしていくっていうのが、うん、さらに進めていくところですねそうかそう指摘するだけじゃないですよね納得させて 直さないといけないいいとけけわでですすもんねねそうですねやっぱりその選手の皆さんはリーグワンでプレーするような選手の皆さんってやっぱりその経験値もあって、はい、それなりにこうやっぱ自分の中のラグビー,ーというかうん、うん、ある方がもうほとんどだと思うので、はい、やっぱりそのご自身の感覚のところとこちらから見た時の実際数字がこうで、うん、っていうところをこう,うまくこうすり合わせる。 理解してもらうっていうのは、んその何でしょう、時に難しく、ね、え時に新しく分かってもらえたりみたいな、なんとなく分かんないですよ、イメージだとこう大ベテランの,あのレジェンド選手が、そんなの分析なんかで分かるかみたいなっていう絵が今、思い浮かんでしまったんだけど <laughs>、まあ、そういうことも当然あったでしょうね、<laughs> 今までも。 そうですね、もう本当に、うんはい、感覚っていうのはもちろん大事な要素ではあるので、はいはい、そこを <laughs> こだわりとして持ってらっしゃる選手もいると思います。そうなんですよね基本的には選手はこう感覚でプレーするものですもんね。そうですねもう大事なところですね、うん、そこもちろん。うん、例えば人、タックルのことで聞きたいんですけど、はい、タックルって行かなければチャレンジしてないからカウントされないじゃないですか。 一回来たタックルだけバーンってやれば100%じゃないですか。そうですねこれってどう伝えてるんですか頑張ってタックル行く人って無理していくから外されることもありますよね。あります。マイケル・フーパーは実はそんなタックル成功率だけで見るとそんなめちゃくちゃ高くなかったりとかオーストラリアの。これどういうふうに伝えるんですか、はい、そもそもそのまあ何でしょう大前提と言いますか。うん 例えばですけどバックスの選手とフォワードの選手だと、はい、バックスの選手の方がタックルの成功率って平均的に低いんですね。でそもそもそれが何でかっていう話はちょっと脱線してしまうんですけどああいいえ,いえぜひぜひ。<笑><笑>そもそもその守っているスペースの違いっていうのがあ,る、うん、あ,ありますよね。はい、バックスの選手の方がその両サイド広い状態で隣の選手との幅が広い状態でディフェンスをする、うん、っていうこと。 がほとんどのシチュエーションで、うん、起こっているので、はい、こうよりこうタックルに行くときの難しさっていうのが上がります、うん、ああか,かつその回数その、ま、失敗したか成功したかはさておきその、はい、タックルしようとした回数っていうのもバックスの選手って方が低いんですよねあ<ー>少,な少ないんですよ、ね、そうですねなのでその何て言うんでしょう1回のミスで例えば一本成功して一本 不成功になると、るそれだけで50%という評価に、ね、なってしまうんですよね。うん、で例えば、じゃあフォワードの選手で、まあ、その10回中8回成功した選手、うん、その80%ですね、タックル成功率が80%の選手と、じゃあバックスの選手50%でしたってなった時に、80と50ですけど、どミスタックルの数で言えば2本と1本、ね、<laughs> そうですね。 なので、やっぱりそのパーセントで表示してしてまうことのののうさっていうのはもちろんあります、うん、なのでそこをきちんと理解した上でじゃあこ、この時はパーセントで見た方がいいのかとかうん、うん、そもそもその数字をひも解いてミスタックルの本数で見た方がいいのかとか、うん、そういうところはなんですよ絶対っていうのはもちろんないので状況に合わせて説明していくまずはこっちが正しく理解していくっていうところが大事かなと。 いうところですねいやこれ竹内さんと中島さんがずっと2人でそういう分析の話とかしてる映像が見たいなっていうぐらいの <laughs> 定点カメラで、えー、めちゃくちゃ面白いでも中島さんからの1個リクエストで素の部分がもうちょっとっていうのあったんでかなり脱線しますけどなんかバイクにまたがってる映像絵を写真を見たことあるんですけど。<あ> <laughs> <laughs> 見られてんですかしらたですかはいあのー、あのバイクはそもそもあの 50cc なんですねなので原付き免許で乗れてしまうバイクなんですよアメリカンタイプのですよね <laughs> そうです、あのー、そもそも父親が車とかバイクが好きなタイプでして<ー>でそのあの、まあ、たバイクっていうか、まあ、原付きなんで原付きですけどあの原付きも そ,のそもそもは父親の持ち物であそうなんですか、はい、私がその大学に進学して、ええ、その立命館大学ってちょっとキャンパス前が多いので<ー>移動手段として原付が欲しいんだと <laughs> で免許を取って初めて乗った原付があの写真スクーターじゃなくてアメリカンの 50cc、はい、そうですねに乗りましたあのクラッチ操作ができるやつですねこれ キャンパスの中でなんかおい50路現地ちりなんだけどアメリカに乗ってる女の生徒がいるぜみたいな <laughs> ド,カドカドカドカっていやでもあのー、<laughs> 走ってるとよく振り向かれはしましたね <laughs> 確かに、はい、こうなんかいわゆるベタな質問ですけどこう趣味みたいなものあるんですかそうですねハマってるもの,あの趣味っていう言葉 なんかいまいち正直しっくりはきてないんですけど私の好きなことで言うと、うん、あの映画を見たりとかも好きですし<ー>あとはドライブすることも好きですし<ー>あの最近のオフはもっぱらあのマーベルあの <laughs> ヒーローものの映画を見ることがとても好きで意外とこうなんていうか単純明快な感じのそうですね <laughs> 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 はいあのラグビーかマーベル作品を 見てて休日は過ごしています、えー、マーベルはちょっと意外な感じがまあわかりやすいですね答えしっかり出るみたいな <laughs> 完全懲悪みたいなとかそうですね、うん、じゃああのその、ま、映画の話も聞きましたけどこう食べ物系とかお酒はお好きなのかなとかそうですねうん正直お酒はそんなに強くはないんですがうん、うん あの父親がそもそもその一口飲んで顔を真っ赤にする<ー> <laughs> 遺伝の父親とはい、はい、あとはまあ何杯飲んでも顔が変わらない母親のちょうど半分で生まれてきたので一口飲んで顔は赤くなるけどある程度意識はあるっていう強さなので <laughs> お酒はそんなにですが何<ー>でしょうでも本当に好きなものを改めて聞かれると。うん うん、ラグビーって答えるんだろうなっていう感じがしますね。好きなラグビーチームとかラグビー選手っているんですかその今じゃなくてもいいですけど昔でもいいけど。ああ、うーん、いい、まあ、<laughs> それは別に忖度なくていいんじゃないですか、今じゃない、昔、もともと好きだったとかそ、ね。そうですね、素の私をお届けしているとすれば、あの肩書きをちょっと一旦置いといて、はい、あの地元が神戸なんですね。うんはい でまあ、もちろんその通っていたラグビースクールも6だったので、うん、あまあお察しの通りそり神戸製鋼が学生時代は本当に好きで,、うん、で当時その所属していた選手たちって今はもうほとんどいないんですけど、うん、私が高校生なので10年前とかですかね。あ<ー>なので、まあ、でも当時はあのー、よく試合を見に行って 応援していました<ー>地元なので練習試合とかも弟を引き連れて自転車で行って<ー>はい見たりとかもしてましたねこどの選手が好きだったんですか応援してたのはあのー、ここで名前を挙げさせていただけるのであれば、はい、ぜひこの「愛」が届けと思うんですけど<ー>、あのー、もう今ちょっと引退されてしまった正面選手はいはい がずっと好きでしたね。なんとなく王道な感じが。正面剣士さん。そうか。金、ね、鉄を引退されましたもんね。そうですね。<ー>はい。何がすごかったですか。うん。高校生の時の好きだったので、うん、なんか正直なんて言うんですよ。その今みたいにこうラグビーをいろんな観点から見てっていうわけではないんですけど、なんかその当時のなんか下向きなプレーだったりとか。うん ななんんかでしょう堅実なところ、はい、プレーに出ているところとかがすごくこう純粋に惹かれて、うん、なんか神戸製鋼の,の赤い T シャツをもらったことがあるんですけど、はいえー、そこの、ま、背中の部分にいろんな選手にこうサインをしていただいて正面の部分に正面さんの <laughs> サインをしてもらって家に飾ってあります。 そうなんですか。一つだけ。正面選手ってあのこうめちゃくちゃ上手ですよね。ラグビーが上手ですよね。美しいっていうか。そうですね。うん、多分本当当時はそんな分かってなかったんですけど、うん、なんとなくで好きに、そういうところを好きになっていたんだろうなっていう感じです。よかった。 <laughs> いや正直こんななんかその何でしょう <laughs> 矢野さんとお仕事をするってなってこうすごい大ごとな感じがするんですけどこんな大事なところで言っちゃっていいのかない,いやいやいやそういうところが知りたいそれをあの指令受けたわけですから中島さんからすいつもちょっとどうどう何を考えてるんだろうなみたいなっていうもっと知りたいなっていう人だったそうですから。 そうなんですね、えーうん。素で話してはいるんで、多分はい、はい、何を話してもこういうテンションではあるんですけど。<laughs> そうなんですか。はい、いや、ちょっとこれまたこれからの将来の夢みたいのもちょっと後ほど伺いますので、ぜひお願いします。はい。ここで一つジャパンラグビー TV からお知らせがございます。え、ご視聴いただいていますジャパンラグビー TV には日本代表のゲームをはじめさまざまな試合映像がフルマッチでご視聴いただけます。こちらは J スポーツなどに映像の提供ご協力をいただいて期間限定での配信です。 また、ラグビーカタローゼでは番組やゲストへの質問、コメントをお待ちしています。え番組説明欄に質問はこちらからというリンクがありますから、ぜひえコメント、質問をお送りください。また、この番組のチャンネル登録もぜひお願いします。さあ、ジャパンラグビー TV、矢野武氏のラグビーカタローゼ、次回は10月2日土曜日の朝10時からの配信を予定しております。さあ、本来はここでちょっと来週のゲストをご紹介していただくんですが、その前にまずぜひぜひ。 アナリストとしての夢、ぜひ教えてください。夢、は、そうですね、うんあの、難しいのですが、うん、少し答えるのに、目標を先に言うとすれば、はいえー、2022年に開催される、うんえー、ラグビーワールドカップ2021、はい、女子のワ,、うん、ワールドカップですね。 にその日本代表として帯同することっていうのがまず一つ目標ではあります。うん、でまあそれに絡めてあの夢を言うとすると今フィールドは男子のラグビーの現場で働いてはいるんですが、はい、そこでの経験を生かしながらその自分がお世話になった女子ラグビーにどんどん還元していきたいなっていうのが今一つ、うん なるほど。はい、そんなにでもだって近い夢というよりも近い目標ですね。<laughs> そうですね。うん、もうあの間近に迫っているので、どちらかというと、目標というよりかはやらなきゃいけないことっていうふうな認識ではあるという感じです。うん、なるで、まあ、この街の 商店や飲食店みたいなものっておっしゃってましたけどアナリストになりたいっていう人は何かこう勉強する方法あるんですかねあのー、これも本当に先日競技の垣根を超えたアナリストの座談会っていうのがあったんですよね、はいえー、でそこでその他のアナリストの方もおっしゃられてたことなんですけど、はい、本当にそこのところがまあ課題ではあって、うん、そのどうしても分析のソフト っていいいいうものが扱えないといけなとけアナリストになる上でもうそれを使って毎日の仕事をするのでるただそこの何て言うのその値段っていうのがすごく高いものがほとんどで、えー、その学生で使うっていうのが難しいんですねすごく、はい、ラグビー部に所属していたとしてもそのラグビー部として導入する何でしょう財源が限られているので,で、ね、なかなかその難しいとそのソフトを使うのが。うんなるほど どうしてもグレーなのでそのもちろんそういう制限はあるんですけれども何でしょうさっき一番冒頭で話をしたように、はい、その探求心を持ち続けるところというか、うん、そのあとはその自分から動こうっていうその意思ですかね、うん、その何もない何もできない誰も話聞いてくれない、うん 窓口がないってこう嘆くことは多分簡単にできるんですけど実際に私がそのニュージーランドに行ったことのように、うん、そのとりあえずまずはなんかこう動いてみるっていう、うん、そうすると意外とチャンスが転がってたりもするので、うん、なんかそのアクションしてみるっていうのは一つ手かなと思います。うん、それで何もついてこなくったら まあどうも前ぐらいの感じで <laughs>、ね、ついてこれはラッキーぐらいの感じで <laughs> あ<ー>まあそのここでまあ必ず行動したら何か出ますよっていう責任は正直取れないんですけど、うん、まあしないことはんしないっていうのはもったいないかなっていうふうに思いますね。だってアナリストリーになりたい人は調べたり探求したりすることが好きな人なんだからどんどん自分から踏み込んでって探求してよってことですよね。 そうですね<ー>、はい、そうか、扉叩くのも、叩いているのも才能ですもんね、それ探求する。そうですね。うん、なるほどよくわかりました。きっとそういうふうにラグビーに関わりたいなって思ってる人もいるはずですからね。はい、そうですね、はい。さあ、次回はその10月2日の土曜日朝10時からの配信ですが、では、ぜひ竹内佳乃さん、えー、来週、誰をご紹介してくれるのか、教えてください。ははいと次回ののゲストはドコモレットハリケーンズ大阪の アシスタントコーチ、竹内勝さんでも、なんか海外でニュージーランドでプレーされてた方ですよねそうですね、えーと、私がそのニュージーランドに行ったきっかけを作ってくださったのが、この勝さんへ<ー>はい、でした。どういうことだったんですかあの勝さんは当時、立命館大学にスポットコーチとして来てくださっていたんですね。はい なのでそこでこう私が出会った時にどうして勝さんはニュージーランドにいたんだろうとか、うん、なんでそんな,なんか20年も近くニュージーランドでの生活をされていたんだろうっていう純粋な気持ちからこう話しかけてみて、うん、私もすごく今ラグビーの仕事をしたいと思っていてっていうので留学の話に発展していったので<ー>その時に本当に当時お世話になって今もずっと。 と仲良くしてくださっている方ですね。えー、普段はどういう方なんですか。もうとにかく面白い方です。<laughs> もう任しとけば喋ってくれるみたいな。そうですね。あの、でも、ちょっと、あの、なんでしょう、緊張されるところは。ややあるかなと思うので。<laughs> あ,<は>あの、殻を破るっていうのは、ちょっとだ、あ、必要かもしれないです。<laughs> も、まあ、もちろん年齢差ありますすよねすごくそうですねあの現地ではおじさんっていう扱いで行きましょうってなってました <laughs> 私が姪っ子でおじさんへえそういうふうなに思われてたっていうか、はい、通ってたんですかあっちではあのそういうことにしてました <laughs> 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 本当に竹内は関係なくてあそうですたまたま同じ名字なんですけど <laughs> はいちょっと待ってくださいよえー、っと 竹内芳野さんを紹介してもらった中島さんの旧姓竹内さんですですよねはいえ竹内さん三 <laughs> 連発ですねえ考えてましたひょっとしていや正直や意図してなかったですね <laughs> 本当ですね竹内まつりが三週連続そうですねじゃあちょっと竹内勝さんにこうメッセージをでは画面に向かってちょっとお願いしていいですか、はい よろしくお願いします。はい、わかりましたえ勝さん、えー、日本語が順調ですか、日本に帰ってきてから。<laughs> えー、今まで、えー、たくさん私とはお話ししてくださったので、えー、私が知りたいことというよりかは、勝さんの魅力とか面白さが世に伝わる回になればなと思っています。なので、猫はかぶらずに、 ぶっちゃけけたトークが聞けることを楽しししみにしていいまますすお願わかりました。確実に伝えておきます。そうか。猫かぶる <laughs> ところだというかね。<laughs> 本当は絶対 <laughs>、まあ、化けの皮剥がした方がいいってことですね。はい。面白いんで。わ <laughs> かりました。さあ、竹内呂さん、そろそろお別れの時間ですが、何かこう、ぜひこれ話したいなとかっていうことがあれば、伝えたいなとか。 んーそうですね、あのー、もうとにかくまずは 1>,、うんあのー、1月からの新しいリーグを楽しみに待っていてくださいっていうのは、ファンの皆さんに伝えたいですね、うんうんうん、チームとしても、まあ、ディビジョン2からのスタートですけども、チームの今、雰囲気とか、上田さん、新しいヘッドコーチになって、どうですかもう本当に全員がその新しいリーグに向けて楽しみな気持ち、うん、それから挑戦するっていう気持ちで、もう ラグビーを純粋にもう楽しんでいるところではあるので、いい準備ができているなという感覚ですね。楽しみです、す今回の、えー、番組出演に関しては、えー、後ほどやっぱり分みんな聞き直したりするんですかそうですね、ちょっと数字は追っていきたいなと思っております。数数字といいうのののは再生回でですすねね <laughs> <laughs> それれ過去のものも調べてくたたみたいです、ね そうですね。全部ちょっとこうチェックして、あのだいたいの平均とあの最高視聴数は抑えました。<laughs> 最高視聴数はちなみに誰だったんですか。<laughs> あの天理大学の小松監督の回で一昨日調べであの一万四千三百三十七回。<おー> <laughs> はい。 さすがです。ねいやそれを調べる <laughs> あなたがさすがです。さすがアナリスト <laughs>、えー。でもやっぱ数字とかはっていうのは目がい,目いっちゃうんですね。うん、なんか意識,意識してないつもりなんですけど、はいはい、多分もういっちゃうんでしょうね。アナリストになるために生まれてきたのか、アナリストになったからそういう見方になったのか。どう,どうですかね。 いやとても楽しいお話でしたというかいろいろもっと本当にお伺いしたい、うん、ぜひぜひまた今度お会いしたらちょっといろんなことを教えてくださいはい、はいぜひともお願いしますではえ初めてこのアナリストという方にご登場いただきましたではリスナー聞いてらっしゃる皆様に最後メッセージいただいて、はい、よろしいですかはい、えっと、上等句をちょっと拝借させていただきますが、うん、あの全国の大研究を愛する皆様 あの本日はご出演いただきありがとうございます。あの1月から開幕する、えー、リーグワンに向けて、えっと、いろんなチームが今活動を再開していますのでぜひ楽しみにしていてくださいというところとあと先ほどもお話ししましたラグビーワールドカップ20212022年の9月に開催される女子のワールドカップもぜひ、えー、楽しみにしていただければと思っております。そしてです、ね、あの矢野さん、はい 九月二十二日、お誕生日、お,おめでとうございます。<laughs> ありがとうございます。実はこれ収録しているのが二十二日で。桑谷野です。お、先日はありがとうございました。柳<お>野さん、お誕生日、おめでとうございます。お,お、お、お楽にしてください。またご一緒できるように頑張ります。ありがとうございます。柳野さん、お誕生日おめでとうございます。これからも、楽しいお話を期待しております。 良い一年をお過ごしください。おめでとうございます。ヤノさん、こんにちは。中島彩です。えー、<ー>本日はお誕生日おめでとうございます。先日の放送の際はヤノさんのトークが楽しくて、<laughs> いつまでも話していたいと思ってしまいました。ヤ、え、ノ、ー、さんの、えー、明るい声を、またいろいろなところで聞けるのを楽しみにしています。おめでとうございましたありがとうございます。いやー、竹内さんやられました。<laughs> <laughs> <laughs> ああちょっとこれはとても今まで一番嬉しい誕生日かもしれない <laughs> あ,あ本当ですかよかった今ね後ろに映ってるのが懐かしいな今ちょっと皆さんは聞いてらっしゃる方は映像ちょっとご覧いただけないんですがズームで私見てる後ろ棚馬鹿さんと、はい、トークショーの時の本田でそうですねあの鈴鹿に来ていただいた時に <laughs>、ええ、あの盛り上げてくださった時の写真ですね <laughs>、はい、そうですかありがとうございます 竹内佳乃さんちなみに <laughs>、えーあ、ありがとうございます。えー、お,お誕生日の時の今年はどうだったんですか ?3 月21日。あのー、絶賛試合期でしたので、<laughs> そっか。はい。何気ない日常でした <laughs> です。すいません。私は最後、嬉しい今日、えー、誕生日で締めくくることになってしまいますが、でも竹内佳乃さん、ぜひこれから、えー ひょっとすると活躍っていうのは実はファンの試合見てるファンの方にはなかなか伝わらないかもしれないけどこういう機会があったり発信する場所を作ってくださいぜひぜひそうですねはい、えー、ぜひ活躍期待しておりますはいありがとうございます、はい、ものすごく楽しかったです,ですさあ、えー、今回ゲストにお越しいただきました三重本田ヒートアナリストの竹内芳野さんでした竹内さんありがとうございましたありがとうございましたそれでは番組このあたりでノーサイドです